どうもかきチャンネルです。2022年の2月8日でついに陸亀をお迎えしてからちょうど2年になります。いや、時が過ぎるのは年々早くなっていってますね。ついこの前ロシア陸亀のワラビをお迎えしたばかりな気がしてたんですけど、気がつけば生まれたばかりの人間の赤ちゃんが一人で立てるようになるぐらいの時間が経ってしまってました。そしてうちで飼育している3匹の陸亀たちもバクバクたくさんの種類のご飯を食べてもりもり成長してくれています。ということで今回はこの2年間で陸亀たちがどれだけの種類の餌を食べてきたのか過去の映像を見ながら数えてみようと思います。それではどうぞ。Thank you.